はい、どうもです。今日のクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちらヨッシー2のアカウントでマルチのリプレイ解説やっていきたいと思います。ちょっと昨日動画撮ろうと思ったんですけど、まぁ、ちょっと仕事終わりで、ちょっとおねんねしてしまって、まぁ、ちょっと今日撮った感じですね。はい。使ったデッキなんですけど、こちら、はい、ヨッシーの、まぁ、実作デッキですね。はい。そもそもなんでこのデッキ作ろうかと思ったかというと、ロイジャイに対してちょっと何もできないなっていうことに気づいて、スキキンエリゴルとかだったら、まあ、全然立ち回り次第で勝てるんですけど、UAI ニオが作ったデッキに関してだと、やっぱりどうしてもロイジャイと当たると本当にこう、ブチブチにされてしまうので、まあ、そのロイジャイ対策で作ったデッキですね。はい。まあ、なんですけど、はい、いざこういったデッキを作って、マルチ潜ると本当にロイジャイと当たらないので、まあ、そこはすごい残念なところですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。最初、はい、この方、今村、はい、外国人の方なんですけど、TikTok の、まあ、配信者で、イリゴリ使いですね。はい。まあ、この方も、かなり上手いです。まあ、なんですけど、結構この人は、もう差がめちゃくちゃ激しいですね。マルチとか見てると、結構いい時はもう、3桁とか行くんですけど、もう悪い時はもう、ランク外とかでも全然、あるので、結構、そうですね、エリゴレらしいっちゃらしいんですけど、はい。まあ、すごい、もういい時とその悪い時の差が、まあ、めちゃくちゃ激しいプレイヤーですね。はい、今回の相手は、スキキンエリゴレなんですけど、まあ、これも前回言ったんですけど、はい、まあ、今回相手これ、まあ、無理やり逆サイド攻めてきたんですけど、理想としてはもう、エリゴレで相手が形組んできたら、もうその同サイド合わせてあげるだけで OK ですね。まあちょっとこれあんまり状況的にもやっぱ良くなかったです。やっぱヒーラー出した時点で相手はもうそこからもうすぐに逆サイドエリゴレ展開してきたので、まあさすがですね。はい。まあさっきも言ったんですけど、基本的にもう同サイドを合わせてあげるだけで大丈夫です。で、ここ、そうですね、ちょっとトルネじゃなくて矢なめ打ってあげた方が良かったですね。まあ、ちょっとここもはい、だいぶもったいなかったです。で、ここなんですけど、これはい、もういきなりぶっ破してきて、これだいぶやられましたね。まあ自分よりもやっぱりエリゴレらしいプレーを、はい、するのが、まあ、この今村っていう方なので、はい、TikTok とかでも、もうぜひ、はい、見ていただけたらわかるかなと思います。はい。で、こっからなんですけど、もう基本的にもう後ろから出してるだけで OK です。相手としては、もうこっちが、まあ、こんな感じで後ろから展開してきた、その逆サイドを絶対狙ってくるので、はい。もうそれだけで OK ですね。で、相手確かここ、はい、ここですね。これ多分ライドラを釣ろうとして、これスケキン出したつもりなんですけど、多分これ、失敗しちゃったので、まあ、このミスのおかげで、まあ、勝てたといった感じですかね。まあ、冷静にやってあげれば、はい、まあ、こっちの方が、まあ、有利なので、まあ、これで GG ですね。あそこのライドラーもし釣られてたら、まあ、まだ分かんなかったと思うんですけど、もうそれを失敗してしまったので、もうこの状況になると、もうどうしようもできないですね。はい、まあ、こんな感じになります。まあ、自分は基本的にあんまりスキキンエリゴレは、エリゴレヒーラーの方がやっぱどちらかというと得意なので、はい。じゃあ次なんですけど、はい、こちら、はい、まあ3桁モサですね。はい、まあかなり強いんですけど、今回の相手は確かラバーデッキですね。はい。まあ先生、相手の呪文もそこまで強い呪文がなかったので、まあそれで結構楽に勝てましたね。ファイボヤの雨とかになるとちょっとこれもうほぼほぼ積んでしまうんですけど、まあ、まだ、そうですね、ファイボだけだったら、まあ、全然そこまで嫌ではないですね。はい、これ相手ファイボ打つんですけど、もうこれ処理できなかったら、まあそうですね、ちょっともう意味ないですね。はい、もうこれ結局のところヒーラーで回復してあげて、で相手がこれもうバーバリアンいなかったおかげで、もうこれで、はい、それでもだいぶ有利ですね。もう
はい、まあ、ギャング出てきたのでもうこれでもうババはいないだろうということで、まずはいここまで削るんですけど、もうこっからになると正直まあ、同サイドで合わせてもらってもいいですし、もう開き直って相手が形組んできたその逆サイド攻めてもらっても大丈夫です。もう結局のこれ結局のところもうタワー1個折れてるので、もうなんならもうこっちとしてはタワー1本捨ててあげても全然 OK ですね。はい、相手もここで、はい、左側にラバ展開してきたので、もうしっかりもう左も捨ててもらう感じで、もう右サイド、はい、これエリゴリ組んだ感じですね。もうこれでもうほぼほぼ GG です。もうさっきも言ったんですけど、まあ、バーバリアンとかそういったカードがあったんだったら、まあ、まだわかんないんですけど、もうギャングではちょっとさすがにもう止めようがないので、はい、まあこれで GG ですね。まあこんな感じで、もう基本的にそのラバ組んできたらもうその逆サイドがまあ穴になるので、はい、もうそこをついてあげたらいいですね。はい、じゃあ最後なんですけど、サムネにある通り、はい、こちら87位のモサですね。これランク確か前シーズンですね。はい、前シーズン3桁取ってるので、まあこの方もかなり強いです。はい、で早速やっていきましょう。はい、相手はこれジャイデッキなんですけど、まあ、今回これファイボヤナメ、まあ、しかもザッパあるので、まあ、ちょっとライドラーがまあなかなか活かしきれないですね。ってなった場合はもう基本的にまあ、どちらかを活かす感じですね。まあ、例えばまあ、今回こっちはババがあるので、まあ、ババにファイボを打たせて、それでまあライドラで守るとか、でライドラをファイボヤナメで処理させてからのババで守るとか、まあ、そういったまあやり方でいいですね。まあ、ダメなのはこうババとライドラを両方出しちゃうことですね。そうしてしまうともう両方巻き込まれて処理されてしまうので、まあ、そこだけは注意ですね。全体的な相性で見たらこっちの方がやっぱり有利なので、はい、まあ、そこを、まあ、そこの負け筋を潰してあげることが大事ですね。まあ、ここはちょっと相手、ファイボーヤナーメン、はい、呪文が、まあ、そこまでエリクサなかったのであれなんですけど、はい、まあ、さっきも言った通り、はい、これもうライドラと、もうババは絶対出さないようにしてあげた方がいいですね。まあ、まだこの時点ではちょっと相手の呪文も分かってなかったので、これ、形組んでしまったんですけど、ここで確か分かった感じですね、はい。はい、これでもうファイボーヤナーメンの呪文が分かったので、もうそうなったらもうそうなったで、ちゃんと今度はもう形の組み方、まあ、考えてあげたらまあいいだけなので、まあ、今回ブラスター採用っていうのもあって、まあ、ジャイは、はい、溶かしやすいです。はい、このボンバーちょっとだいぶやばかったですね。はい、まあ、自分もちょっとこれ警戒しなかったのが悪いんですけど、はい、まあなんですけどもう、はい、残り時間も、はい、少ないので、まあ、これでまあなんとか勝てた感じですね。まあ、ブラスター採用のおかげで、まあ、こういった、まあ、ジャイアントとかも溶かしやすくなるので、まあ、そういった採用も結構響いた感じですかね。まあ、これはちょっと自作デッキなので、まあ、まあ、いつも動画で言ってるんですけど、もう上手い人のデッキパクった方が、まあ、それは強いです。まあ、なんですけど、まあ、その上のレート帯と下の、下のレート帯は、まあ、またそのデッキの、
まあ、使ってるその、まあ、割合というか、まあ、環境が またちょっと若干変わると思うので、まあ、個人的にはまあそうですね、まあ、ロイジャイとか、まあ、ジャイとか、まあ、そういったデッキとかに関してはもうこのデッキの方がまあ勝ちやすいのかなといった感じですかね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチの、はい、リプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。